今日は水曜日ということで夜8時半から生放送をやります。自民党総裁選が大変盛り上がっていますけれども、そのあたりの話題を中心に今日もお送りしていきますので、ぜひご覧ください。リンクは動画説明欄からどうぞ。さて、いよいよ注目の高市早苗氏が自民党総裁への出馬会見を開きましたね。16時から行われた会見では、登場時にちょっと緊張してるのかなという感じもあったんですけども、これだんだん乗ってきましたよ。全体の総評としては、かなりアピールできた会見だったんじゃないかなというふうに思います。高市は冒頭、国家の使命は国民の生命財産を守ることであり、国家の主権を守り抜くために全てをかけて仕事をするという決意を示しています。当然ちゃ当然だろうっていう話なんですけど、大事ですよ。最優先は何といってもコロナ対応ですよ。自宅療養者を減らし、財政支援を表明しています。さらに日本経済強靭化の早苗のミックスの提唱、これありましたよね。具体的には3本の矢として、金融緩和、緊急時の機動的な財政出動、大胆な危機管理投資、成長投資をやって物価安定目標 2% を達成するまではプライマリーバランスの黒字化目標を凍結するというんですね。これはぜひやっていただきたい。こうやって経済のことを押し出すっていうのは非常に重要ですよね。個別の政策についても言及してるんですけど、小型核融合炉にも言及していました。ここに対する投資を国家プロジェクトとして支援していくということです。エネルギー政策ってね、今なんか極端な方向に行きそうですけれども、高市政権ができれば、割とこうバランスを取っていくのかなと。国内へのデータセンター回帰も掲げていますから、でもそれ回帰させるにはやっぱりそのエネルギーの安定っていうのもそうだし、値段が高くなりすぎないようにっていうのも大事ですから。さらにサイバーセキュリティの重要性についても結構時間を取っていましたね。安全保障環境が変わっていく状況ですからね、法整備をしっかりと進めていく必要があります。あと笑ってしまったのが、 NHK のカメラも入ってますけどって前置きした上で NHK 改革やりますっていう宣言があったんですよね。僕ニコ生で会見見てたんですよ。もうこの場面でね、めっちゃコメント流れてましたね。 NHK 改革なんていうのも僕としてはぜひ実現させていただきたい、そういうものなんですけども、これ NHK から攻撃されないかな。今後ネガキャンが相当入ってきそうな気もしますよね。ただ全体としてはね、かなりいい会見だったんじゃないかなと思います。質疑応答も隙がなかったですよね。 TBS の報道特集のやつがしょうもないことを聞いていたんですけども、そつなく交わしていました。皇位継承については男系の維持、旧皇族の功績復帰にも言及しています。質疑応答で個人的にちょっと気になった点としてはですね、消費税の減税について問われて下げませんと宣言したところです。反動が大きくなるというのを挙げてらっしゃるんですけれども、その理論でいうと、負担ってこれ上がり続けちゃいますよね。ですからばらまきだけじゃなくて、もう本当にね、この減税も含めた複合的な方向でいってほしいんですけど、どうでしょうか。この下げません宣言あたりのところではニコ生のコメントも減っていましたよ。あと会見は1時間以上過ぎですね、時間オーバーしていたんですよ。で、司会の方がじゃあこの辺でみたいな感じで収めようとしたんですけど、なんかその司会の方が今日ありがとうございましたみたいなことを言ってる時に、すごいね、こうギャーギャー騒いでるクソみたいな記者がいたんですね。何言ってんのかっていうと、だから要はね、その盛りかけがみたいな、その赤木ファイルがみたいな、そういう話ですよ。高市さんそれにも答えていましたよね。ですから懐の深さを見せる、ある意味演出になってしまったというか、そっち界隈の人残念でしたね。にしてもあんな名前も名乗らずに騒ぎ立てるやつなんていうのはもう完全なるマナー違反ですから、つまみ出した方がいいですよ。盛りだくさんな会見でしたけれども、これを実行していくとなると、さまざまな利害との衝突になるでしょう。ただ方向性としては、正しい方向性なんじゃないかなというふうに思いますし、もう突き進んでほしい。経済を盛り上げて税収を増やし、さまざまな方面に投資をしてですね、日本を伸びる社会にしていくと、それが大事ですよね。というか、まず総裁に選ばれなければいけません。今後の展開がより楽しみになってきましたね。本当に記者ってのはなんか変な人いますよね。今日の会見でもその村山談話がとかね、従軍慰安婦がみたいなことを言ってる人いましたけれども、すぐその辺は高市さんがね切り返してましたよね。いや、本当なんか今日の受け答えを見てると、これすごいなと思いましたよ。ということで、続きは生放送でやりますので、ぜひご覧いただければと思います。リンクは動画説明欄からどうぞ。